赤マダラは丁目、縦波長かの蝶の一種である。国内では北海道の特産種。坂八蝶と極めてよく似ており、春型と夏型で外見が異なる。夏型は黒地に白の模様で一文字蝶を小型にしたような姿であり、春型にあるようなオレンジ色が見られない。これは幼虫時代の日照時間の長さが影響する。坂八蝶より小ぶりであり、 高市の基部近くに白い区形ンが現れる。卵は幼虫の餌となるイラクサ類のもとに積み重ねて産む。これは卵をイラクサの花に擬態させて捕食者から逃れるためだと考えられている。幼虫は群生して餌を食べ、サナギで冬を越す。年に火星。国内では北海道のみで、京阪に多いハチと違い平地、低山地にも広く生息する。 国外では中央東ヨーロッパの定地に広く分布し、その分布範囲を西ヨーロッパにも広げつつある。イギリスでは非常に珍しい渡り城として見られる。しかし結局失敗に終わったが過去100年の間に何度かこの蝶をイギリスに移入しようという試みがなされたことがある。1912年には Y 渓国、1920年代にはワイアモリ、 1942年には南デボン、1960年代にはウースター、1970年代にはチェシャー、そして1990年代には南ミッドランドへの導入が試みられた。これらの試みはすべて失敗に終わり、イギリスで野生の卵、幼虫が見つかったことはない。ありがとうございます。